皆さんこんにちは、二平です。僕は台湾で日本人の方に向けて不動産賃貸の仕事をしています。この動画ではこれから台湾にいらっしゃる方に向けて台湾でのお家探しのポイントをご説明していきます。今回はまずエリアに関してご説明します。日本人に人気のエリア、特にお子様がいるファミリーに向けたおすすめのエリアをご説明していきます。お子様がいるご家庭は基本的に3つのエリアに決めることが多いです。1つは学校周辺の天文エリア、もう1つが芝山から石碑駅の間の沿線エリア、最後に台北市内中心部の中山エリアです。この3つのエリアが人気なのには理由があります。それはお子さんの通学です。基本的に日本人学校は保護者の送迎が必須となっています。なので皆様、特にお母さんの強い要望で子供を通わせやすい、学校徒歩圏内のお家に決めることが多いです。今回はまず学校周辺天文エリアについてご説明します。学校周辺天文エリアは台北市内の北部にあります。だいたい台北市内中心部から車で20分から30分のところに位置しています。この天文エリア、日本人学校周辺の物件の特色、エリアの特色を一つずつ見ていきましょう。まず1点目に挙げられるのが落ち着いた環境があるということです。台北市内中心部と比べると天文は自然がすごく多くて、日本の住宅地のような落ち着いた環境があります。2点目が学校周辺にスーパーがあるということです。ローカルのチュエンレンというスーパー、またジェイソンという日本の食材が手に入るスーパーもあります。また少し歩きますがカルフールという比較的大きなスーパーもあるので、お子さんの送迎の帰りに買い物して帰るというあのメリットもあります。天文、日本人学校が立地する場所としてデメリットとして挙げられるのが駅から離れているということです。だいたい最寄りの駅まで5分から10分ぐらいバスを利用してかかります。なので基本的にお子さんとお母さんには影響ないんですが、そのご主人の通勤というところが考えるとちょっと不便かなっていうのはあります。物件に関してですが、天文の物件は他のエリアと比べると古いというのが挙げられます。だいたい20年30年は当たり前の世界ですね。で、普通は物件築年数が古ければ古いほど家賃は下がる傾向にあるんですが、天文独自の理由で物件が古いけど家賃が高いっていうのが挙げられます。で、物件が古いがゆえに間取りがいまいちっていうのもあります。この間取りがいまいちって何かっていうと、例えば広すぎるだったりとか、あとは動線が使いづらいっていうのが挙げられます。この3つに関してはこの後細かくご説明します。この家賃が高いのには理由があります。基本的に家賃っていうのは需要と供給で決まります。それで簡単に言うと天文、日本人学校周辺っていうのは需要が多いけど供給量が少ないんです。日本人学校の目の前にアメリカンスクールがあります。なので毎年一定数お客さんがいるんですね。ただ他のエリアと比べるとマンション、新築のマンションの供給量がすごく少ないんです。なので需要が多くて供給量が少ないからずっと家賃が高止まりっていう状態なんです。そしてもともとこの天文っていうエリアが、地価が高いエリア、高級エリアっていうのも挙げられます。この間取りがいまいちっていうのと物件が古いっていうのは関係してます。というのも今から20年前30年前に建てられた時って台湾も1世帯1家族あたりの人数が多かったんですね。それこそ子供が3人いておじいちゃんおばあちゃんがいてみたいな、なので 3LDK、4LDK かつ2バスルームっていう物件が多かったです。なので築20年30年の物件を今の人が住もうとするとやっぱり広すぎるって感じることが多いと思います。また当然なんですけど国が違うのでその習慣だったり文化だったりも違います。なので動線がすごく使いづらいって、地区が増えて特に動線、使ってみて使いづらいと思うことも多いと思います。で、この間取りとあと動線に関してはだいたい築15年前後に建てられた物件に関してはだいぶ日本の方が住んでもちょうどいいなとか、使いやすいなと思うような物件が多いと思います。天文エリアで不動産屋さんに物件探しを依頼するときのポイントも合わせてご紹介します。まず1点目が徒歩20分まで広げるっていうことです。皆様学校周辺希望される方って徒歩5分とか10分っていうふうに言われる方がすごく多いんです。それはそれで物件を提案もできるんですけど、
選択肢はすごく提案できる数が僕らから提案できる数はすごく狭まります。で20分まで広げるとすごく、まあ、当然なんですが広がります。でなぜ20分かっていうと、20分まで広げると日本人学校を中心として、北側にはカルフールがあって、あとは東側の方に三越があって、南側に総合があってというふうに、違うもうちょっと離れると便利な生活圏内も合わせてご提案できるんですね。なので徒歩10分20分、まあ、もちろんお子様の足なので近いに越したことはないと思うんですけど、生活圏あとは物件 その提案できる数も考えると、やはり20分も広げると最終的には気に入る物件が見つかりやすくなると思います。2点目が通勤と通学の優先順位をつけるということです。天武日本人学校っていうのは駅から離れてるんですね。なので通勤を優先しようとすると通学時間が長くなります。通学時間を優先しようとすると通勤時間が長くなります。全くこう2つ の相反する時間関係になっちゃうんです。なので不動産屋さんにお願いするときはもうどちらか一方を優先した方がいいです。でプラスアルファ補足になりますが、ぜひご主人 そのお勤め先の住所も合わせてお知らせください。そうすると僕たち通学、例えば絶対じゃあ通学15分圏内で、かつご主人の通いやすいエリア、例えば駅なのかバスなのか、それを合わせてご提案することができます。最後に予算感なんですけど、これは各会社によって予算が異なるので一概には言えませんが、僕が担当させていただくお客さんの平均でいうと、だいたい4人家族で 3LDK で7万から8万前後っていうのが多いです。もちろんこれより下もありますし、もっと上の会社もあるので、だいたいこれが僕の平均ですね。で、だいたいそのこれくらいあった方がいいよっていう金額は最低5万5000台湾元だと思います。もちろんこれより下の物件もあります。これは日本と同様です。なので、まあ、大体5万5000円ぐらいだったら選択肢が増えてくるよっていう目安の金額ですね。でこれは僕の個人的な意見なんですけど、5万5000円切る物件、天武で5万5000円物件を切るっていうと結構クオリティが落ちてくるので、それだったら違うエリアで探した方がすごく圧倒的にいい物件に住めるというふうに思います。このあたりに関しては次回の動画でご説明をまたします。はい、本日は以上となります。いろいろ検討する点が多くて大変だなというふうに思うかもしれませんが、海外で家を探す、家を見るっていう経験って人生で数回あるかないかだと思うんですね。なのでぜひともこう異文化体験ツアーじゃないですけど、楽しみながら見ていただけたらなというふうに思います。このチャンネルでは台湾での家探しに関する情報を発信していくので、よろしければチャンネル登録とあといいねボタンをお願いします。谢谢看我的频道，下次我们在台湾见面吧，谢谢，拜拜。